リミさん、久保です。メッセージありがとうございます。はい、おかげさまでですね、今入院が完了して、もう何ですかね、面会時間が終わりましたんで私帰ってきましたけどもね、やっぱりね、まあ本当にこの人と一緒にいてよかったなとまた思いました。で、明日出産となります。11月11日、令和元年11月11日ということで、1がバーッと並ぶわけですよね。まあそれを狙ったわけではないんですけども、今回ですね、私は47歳になって初めてね、自分の子供を持つということになりました。なかなかね、年齢的にきついところがあります。うん、で私はね、大きく反省しているところがあるんですよ。それはですね、この年になってやっとね、家族というもの、この大切さがまあ少しは分かったかなということなんです。ちょっと遅かったなと思いますよね。私と同じ年代で家庭を持っている人ってのはもうすでにね、孫が生まれるか生まれないかっていう、そんなところまで来ちゃってますよね。まあ、少なくとも自分の子供が遅くて中学生とか高校生、早ければもう結婚して本当にね、孫を産みましたみたいな報告もあるわけですよ。ただやっぱり私はね、他の人と比較して早い遅いっていう考えはまた違うと思うんですけども、それを込みでも私は過ぎた時間はもうね、戻らないってことをね、またね、感じましたね。私の子供が生まれて20年経って、その頃私は67歳ですよ。67歳っていうとどうでしょうか。私は息子とね、一緒にどのぐらい一生懸命走れるだろうか、どのぐらいディベートができるだろうか、どのぐらい、一緒にね、美味しいもの食べたりとか、なんかね、お酒をもしかしたら飲むかもしれない、その時に息子と一緒にね、楽しめるだろうかってことをね、心配してしまいましたね。これがね、私がね、今20代で結婚して子供を持って28歳ぐらいで初めての子供ですっていうことになると、今私は20歳の子供がいるような感じですよね。まだ元気で、でこうやって YouTube ができて、もしかしたら息子が20歳の誕生日でしたみたいな、ね、YouTube 放送できたかもしれない。いやー、そう考えるとね、やっぱり時間ってのは戻らないなと思います。でも後悔はしてるわけじゃないんですよ。私にとってはこのベストなタイミングが今だなと思うんですよ。今私がね、本当にいいなと思うのは、時間的な余裕と金銭的な縛りがあんまりないっていうこと。そしてですね、一番思うのが、私はその四六時中24時間中24時間ね、家族っていうかね、今奥さんしかいないですけども、ずっと一緒にいられたなっていうところです。それを今日までやったってことなんですよ。今日は入院して面会時間が終わりましたけども、でも明日ね、面会時間開始とともに私はまたお邪魔してギリギリまでいるかなっていうところですね。1週間ほど入院しますけども、毎日そのようなペースでやろうかと思います。で、午前中は面会が禁止なんで、午前中は今まで通り放送もできますしね。それから皆さんからの本当にメールね、いただきまして、お祝いも本当に言葉かけてくださったりとか、地域の方もそうですしね、私の親戚園長もそうですし、 YouTube をご覧の皆様、速稼塾の皆様、それからナイトライダーというね、車つながりの皆さんも本当にね、ありがとうございます。こんなにね、皆さんに意識を向けていただいて、私の奥さんね、大好きなゆかちゃんも感動の涙、一日本当に感動の涙で、私は先ほどね、こうやって、非常の窓口、病院の、ね、出口で別れてきたわけですけども、このね、上着が涙で濡れてしまうぐらいでしたね。私もなんか感動しましたね。やっぱこういう人と家庭を持てるというのは、まあ本当に幸せだなと思いましたし、こういうことが誰とでもできたんだろうかと思うのと同時に、生涯でね、こんな大切な人に出会えたってことは本当に素晴らしいことだなと、皆さんのおかげであり、神様のおかげであり、運のなせる技でもあり、絶対に守っていかなきゃなと思いましたね。改めて思いました。本当に私の奥さんだけではなくて、リミさんもそうですけども、女性という存在のね、大きさ、男性が頑張れるのはやっぱ女性がね、眼差しを向けてくださっている、女性が頼ってくださる、まあ、悪いからしたら女性が当てにしてくださるおかげだなと思いました。いやー、本当にね、もう一歩私は人生が始まるような気がしますね。今回ありがとうございました。
本当に感動感動感動でございまして、これ以上言うことはないかなと思います。いやありがとうございます。それでは明日の今頃もうね、私の子供がいるということで、このベビーベッドもね用意しましたよね、ベッド、それから絨毯もね買って、こうハイハイできるようにしてね、もうね、私のこの面談ルームなんですけども、ここは普段完全にね育児ルームになりました。ここが、いいですか、これ会社のね予算をかけてこういう風な部屋にしたんですよ。育児室、面談室ですよね。で、私は会社経営をしてるわけなんですけども、その私の会社のミッションが、女性とか子育て中の女性がね、ママさんが勤務しながら子育てできる環境なんですよ。すごくちっちゃい会社ですけども、その第1号に私のね奥さんがうちの会社を手伝いながら、手伝うってもあんまりやることないんですけども、手伝いながら子育てをやる環境ということなんだね。だから将来ね、私あの女性をまた雇用する際、今までも女性を雇用したことは結構あったんですけども、今度女性を雇用する際はこの子育てルームを存分に使いながら作業をしたり仕事をして、そして子供さんが心配だったらすぐにこっち来てやるみたいなね、そんな感じで子育てしながら働ける環境のモデルを作っていこうかなということでございます。まあ私はインターネットを使ったビジネスなんで、あの作業的にはね、重労働もないですし、本当に軽作業、パソコンがあればできる仕事ばっかりですから、まあ、こういうことが実現できるなというところですよね。まあ、ちょっと話しすぎましたけども、いろんなエネルギーを女性にいただいた、女性に気づきをいただいたということですね。今の私がこうしていられるのも、まあ、奥さんのリカちゃんはじめね、リミさんももちろんですけども、動画をご覧の皆様、特に女性の方のおかげかなと思います。もちろん男性の方に励まされることも多いですから、男性の方も同じぐらい大事ですよ。まあでもね、何を言ってるのか分からなくなりましたね。もう感動で、もうあっぱらパーでございます。ありがとうございます。それでは失礼します。